久しぶりよね、こんな真面目に手紙なんか書くの。ちょくちょく電話し合ってるから、特別ニュースはないけれど。そうね、髪を切ったわ、相談してたら反対したでしょう。思ってたより評判いいから、そのうち写真でも送るわ。あなたなしで過ごした夏は確か